ジョン・ディキンソン、ジョン・ディキンソン、ジョン・ディキンソン、1732年11月8日から1808年2月14日は、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、アメリカ独立戦争において、大陸軍の指揮官を務め、大陸会議では、ペンシルベニア国とデラウェア国の代表を務めた。また、同時期に、ペンシルベニア国とデラウェア国の知事も務めた。 ディキンソンは恩恵派の指導者として、イギリス本国との和解を望み、独立宣言を時期焦燥としたが、独立後はこれを認め、連合規約の起草などに尽くした。1732年11月8日、ディキンソンはメリーランド植民地のトラッペにおいて、タバコ農園を営む一家に生まれた。 父親のサミュエル・ディキンソンは1654年にイングランドからバージニア民地に移住してきたチャールズ・ディキンソンの彦であり、母親のメアリーはフィラデルフィアの裕福なクエーカーの商人の娘であった。ディキンソン一家は1740年にデラウェア植民地のケント郡に移り住んだ。ディキンソンは家庭教師に勉強を教わり、1750年に フィラデルフィアのジョン・モランドの下で法律の勉強を始めた。ディキンソンは1753年に弁護士として認可を受け、ロンドンの法学院ミドルテンプルでその後3年を過ごした。そして1757年、ディキンソンはフィラデルフィアで弁護士業を開業した。1770年、ディキンソンはメアリー・ノリスと結婚した。 メアリーはフィラデルフィアの裕福なクエーカーの娘であり、父親はペンシルベニア植民地議会の議長アイザック・ノリスであ。ディキンソンはメアリーとの間に以下の子供を設けた。ディキンソンはデラウェアとペンシルベニアの両方に家を構え、裕福な生活を送った。デラウェアではケント軍ドーバー近郊のジョーンズネックにポプラホールと呼ばれる家をて、そこを青年時代の主たる 生活拠点とした。政治に参加するようになってからは、1776年から1781年までを、そこで過ごしたが、1781年8月に、応答派による略奪を受けた。その後、家は修復されたが、1804年に、火災で大部分が消失した。この家は現在、デラウェア州によって管理されており、再建された家は、一般開放されている。 ディキンソンはペンシルベニア国知事を務めた後、デラウェア州ウィルミントンへと戻り、1785年にマーケット通りの北西から8番目の角に邸宅を構えた。ペンシルベニア州ではフィラデルフィアのフェアヒルにあった妻の家族の辞書に大邸宅を構えた。チェスナット通り沿いにあったその邸宅は、不在中の1776年に病院へと改装され、 その後1777年10月のジャーマンタウンの戦いでイギリス軍によって全勝させられた。ペンシルベニア及びデラウェアの地域はそれぞれ別々の植民地であったが創設者ウィリアム・ペンは一括統治することを望んでいた。これらの植民地は同じ行政府を共有していたが1704年に議会が完全に分離しフィラデルフィアとニューキャッスルに分かれた。 18世紀中央、デラウェアの政治は二つに分裂した。一方は、ケント軍及び、サセックス軍の米国政公会を基盤とする、王党派。もう一方は、ニューキャッスル軍のアルスター・スコッツや長老協会を基盤とする独立派であった。大部分は、王党派であり、植民地議会でも多数派を占めており、イギリス政府との和解を支持していた。この中でディキンソンは、 応答派に近い考えを有し、特に植民地の所有権に関して強く懸念した。ディキンソンは1759年及び1760年の会期でデラウェア植民地議会のケント軍代表として選出され、1760年の議会では議長を務めた。その後、ディキンソンはペンシルベニア植民地議会の代表としても選任され、1762年、 および1764年の会期を務めた。1765年にニューヨーク市で飲酒法会議が開催されることが決まったとには、ペンシルベニア植民地議会は、ジョン・モートン及びジョージ・ブライアンと共に、ディキンソンを代表として派遣することを決定した。ディキンソンは、飲酒法会議で採択されたイギリスへの飲酒法反対決議の大部分をまとめた。飲酒法会議へ参加中、 ディキンソンはペンシルベニアにおいてハーフハーフ保育士と呼ばれる党派を主導した。ディキンソンらはイギリスが新たに打ち出した課税政策に対してペンシルベニア植民地で最初に反対の声を上げた。そして他の植民地議会にいたディキンソンの恩恵派の友人らもそれにいた。だが1767年に北米植民地の輸入品への課税を定めた。 タウンゼンド諸法がイギリス議会を通過すると、ディキンソンはこれに猛反発し、ペンシルベニアの一農夫からの手紙とし発表した。この手紙集は、タウンゼンド諸法をイギリス法の原理から批判したものであり、一農夫よりという結びで書かれていた。また、この手紙の中で言及される農場は、実際にディキンソンがデラウェア州ケント軍に所有していたものであった。ディキンソンは、 我々は、刀を鞘の中に入れているように、将来使うためにとってある法令を持っていると述べ、全植民地的な抗議運動へと発展させた。これによりディキンソンの名は内外に高まり、革命の分子と称されるようになった。1774年の第一次大陸会議及び1775年の第二次大陸会議において、ディキンソンはペンシルベニア区に代表の一人であった。 ディキンソンはイギリスとの和解を望み、いくつもの宣言案や決議案を起草した。特に有名なものはトマス・ジェファーソンと共に起草した武力行使の大義と必要性に関する宣言であり、我々アメリカ人は奴隷として生きるよりも自由民として死ぬことを決意したという結びは、植民地からの独立に大きな影響を与えた。その一方で、 あくまで圧政の撤廃のみを要求し、イギリスからの分離独立を望まぬ声が高かったことから、ディキンソンは国王への忠誠の表明と和解を求めるオリーブの枝成願も寄うた。そして、大陸会議での採択後に、イギリス本国に使者を送り、国王ジョージ三世に直訴を試みた。だが、ジョージ三世は使者との面会を拒否し、植民地は、 反乱状態にあるとの布告を発し。1775年末にイギリス議会が植民地の武力鎮圧を宣言すると大陸会議は全面戦争の方針を固めアメリカ独立宣言の採択へと動き出した。ディキンソンは大陸会議での論争を敬遠し議場の広報に退いて独立宣言の決議投票を棄権した。ディキンソンは処方は 安定した政府を確立しておらず、外国援助も取り付けてはいなかった。そして正常に機能する連合も結成されていなかった。と理由を述べ、投票を拒否したことの意味について理解を求めた。独立宣言採択後、ディキンソンはペンシルベニア市民軍で順勝となった。ディキンソンは約1万人の民兵を率いて、ニュージャージー国のエリザベスに人を指揮。 スタテン島からのイギリス軍の攻撃に備えた。だが、イギリス軍は全く別の方向から攻撃してきた。ディキンソンは独立に対して、あまり積極的な立場を取ってこなかったことから、ペンシルベニア国議会はディキンソンを大陸会議の代表から更迭した。ディキンソンは1776年12月に市民軍を離れ、デラウェア国ケント軍の自宅、ポプラホールへと戻った。 それから間もなくフィラデルフィアでディキンソンが暮らしていた自宅が没収され病院へと改装された。だがこのような逆風の中でもディキンソンは自身の感情に常に正直に動き,きけることを主張した。ディキンソンは2年以上にわたる年月をデラウェアのポプラホールで過ごした。デラウェア国議会は1777年にディキンソンをデラウェア国代表として 大陸会議に派遣することをめた。しかしながらディキンソンは、この要請を拒否した。同年8月、ディキンソンは、ケント軍の市民軍に参加し、デラウェア国ミドルタウンにおいて、シーザー・ロドニーの下に着いた。ディキンソンは、イギリスのウィリアム・ハウのフィラデルフィア新軍に対抗し、まもなくディキンソンの友人のトマス・マッキーンがディキンソンを、デラウェア市民軍の巡将として任命た。だがディキンソンは、 この任命を辞退した。この直後、ディキンソンは、ジャーマンタウンの戦いにより、フェアヒルが全勝したことを知らされた。1777年、ディキンソンは、デラウェア最大の農場を所持しており、最大の奴隷所有者でもあったが、デラウェアに所有する奴隷をすべて解放することを決めた。これにより、ケント軍には大規模な奴隷農園がなくなり、 わずか三十七人の奴隷を所有するだけになった。この行動は相当な勇気が必要であり、奴隷廃止論者のクエーカーにとって大きな追いとなった。また、ディキンソンの農場では、小麦や大麦など、タバコよりも生産労力を必要としないものが多く作られていた。ため、大きな混乱は伴わなかった。その後、1七7九年一月十八日に、ディキンソンは、 デラウェア国から大陸会議の代表として指名を受けた。リキンソンは大陸会議に参加し連合規約への署名を行った。この連合規約には1776年にペンシルベニア代表として大陸会議に参加していた時に最初の草案の起草に関与していた。1781年8月、デラウェアのポプラホールが 王党派の略奪に遭い、大規模な損傷を受けた。ディキンソンは損害を調査するために、デラウェアへと戻り、そこに数ヶ月間泊まった。1781年10月、ディキンソンは、デラウェア国上院に、ケント軍の代表として選任された。そしてその直後、デラウェア国議会はディキンソンを、デラウェア国知事として選出した。議会の投票はほとんど合意によるものであり、 唯一の反対票は、ディキンソン自身によって投じられたものであった。ディキンソンは11月13日にデラウェア国知事に就任し、1782年11月7日まで、その任を務めた。ディキンソンは、国知事として、連合会議に関する財政問題の健全化を、働きかけた。また国勢調査の導入や、州市民軍の再編も図った。 1782年11月7日、ディキンソンは選挙によりペンシルベニア国知事として選出されたと発表した。しかしながらデラウェア国知事の実質的な辞任はせず、これに対しフィラデルフィア新聞が非難した。ディキンソンの合法的な公認であるは新たな選挙を要求した。そして公認が決まると、ディキンソンは正式に国知事を辞任した。 ディキンソンは1782年11月7日から1785年10月18日までペンシルベニア区に知事を務めた。この間、ディキンソンはペンシルベニア区にカーライルにあるディキンソン大学に対して約2平方ロメートルの土地を寄贈した。ペンシルベニア区に知事を退任後、ディキンソンはデラウェアへと戻り、ウィルミントンでの生活を始めた。ディキンソンは まもなく1786年のアナポリス会議の代表として指名を受けた。ディキンソンはアナポリス会議において議長を務め通商問題に関する討議を行った。1787年にはジョージ・リード、ガニング・ベド・フォード、リチャード・バセット、ジェイコブ・ブルームと共に憲法制定会議のデラウェア区に代表として選出されフィラデルフィアに派遣された。 憲法制定会議においてディキンソンは強力な中央政府の設立を要求した。ディキンソンはコネティカットの和訳についてのみ妥協し、州の大償とは無関係に各州2名の上院議員を選出すことを保証した。憲法制定会議の後、ディキンソンは採択された憲法に関する急編の随層録をファビウスというペンネームで記した。その後、 ディキンソンは1792年に再び、デラウェア州上院議員として復帰したが、健康的理由により1年で辞任した。1793年、ディキンソンは奴隷廃止運動を推進し、不幸の軽減のため相当量の資材を寄贈した。1801年には、自身の政治活動についてお二巻にまとめて出版した。1808年2月14日、ディキンソンは、 デラウェア州ウィルミントンにおいて死去した。ディキンソンの遺体は、ウィルミントン市内のフレンズ墓地に埋葬された。デラウェアとペンシルベニアの両方の知事を務めたのは、ディキンソンとトマス・マッキーインの二人だけである。ディキンソンの公職は次の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。